はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。光る光る様、圭一様、やすし様、リュート様、勝地様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠にありがたく頂戴いたします。恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。令和山本太郎記者会見やりまして、立憲と維新がですね、坪川で協力すること、一緒に統一教会で自民党叩きしましょうねというような合意が交わされたみたいで、それをですね、立憲と維新の連携は悪魔合体であり、生まれてくるのは地獄記者会見で、批判しておりました。ネットの反応です。野党で一丸となってとか言ってたくせに統一と同じようなこと言ってんな。統一はですね、自分に都合の悪いものはみんなサタンって言うんだって。あれはサタンだから近寄ってはいけないとかですね、日本のアニメはサタンだから見てはいけないとかになって、どこがどうサタンなんだって話なんですけど、敵を悪魔に例えるのはカルティック、カルティックっていうのはカルト教みてえだな、いう意味ですか。令和もカルトみてえなもんだから変わらんな。令和教は他人のことを言えねえだろ、共産を差し置いて悪魔とか言うな、失礼だろ。共産は怒りますよ。なんで俺ら抜きにして、悪魔誕生させちゃって、異論を許さない細工はすぐ仲違いして、内下馬、自分は何なの、ゲドスライムがよく分かんないですけど、私ドラクエやったことないもんで、ゲドスライムって何なの。相変わらずうさんくさい喋り方だな。いつまでたっても5位が小学生、まあこれ計算してやってるかもしれないな。5位が小学生はな、悪魔合体地獄、なんか少年ジャンプに出てきそうな青くせえセリフなんですけど、あと5位が小学生、自分らの支持者の程度に合わせてんのかな。あんまし難しいこと言うと、令和の支持者はさ、ほらついていけないからさ、始まるのは地獄って、そんなほいほい地獄が始まってたまっかっての、バカじゃねえのって思いますけれども、まあ皆さんですね、クラスで一番バカだった子を思い出してください。令和が狙ってんのはこの人らですからね。40人学級だったらクラスで一人バカ、一番なバカな人を取り込めればですね、支持率 2.5% になりますからね。政党要件のですね、支持率 2% をクリアできる、40人学級で一番バカな子を取り込めればだがしかし立憲も共産党もですね、この層を狙ってんで競争激しいっすね。バカじゃなきゃ左翼なんかやってらんないっすもんね。バカだから取り込まれる、バカだから続けられる左翼と、立憲も共産も令和も社民もこの層を狙ってですね、今数がトータルの数が少なくなっちゃったから、もう血みどろの取り合いやってますもんね。まあたまに他党の文句も言いたくなるでしょうな、山本太郎もな。社員に純粋日本人は皆無と噂の東京新聞の社説、専守防衛から逸脱するからトマホーク導入はやめろ。これ日本政府がですね、アメリカ政府にトマホーク売ってくんね、って打診したであるとかですね、トマホークが発射できる潜水艦作っかなって発表したですね、それを受けて焦ったみたいであります。東京新聞ね。ネットの反応です。人民軍の代弁者、黙れスパイ、なんで大発狂、なんだトンキン新聞か、よほど都合が悪いようだな。危機に対応するのは当然だろう。東京新聞が反対するなら、トマホーク導入は正解。専守防衛って、いきなり本土決戦って意味だぞ。専守防衛は、現代戦では無理って結論が出ている。もう一部の高齢者しか騙せんぞ。っていう意見ありましたけど、いやいや若くてもですね、これ読んで、なるほどって思うバカはいますよ。1% ぐらい。学年一の
バカな子を皆さんあの思い出してください、クラス1のバカな子でもいいや、共産や令和が狙ってんのがこういう層ですね。東京新聞もこの層を狙ってんだと思いますけど、バカじゃねえと最悪やってらんねえですよね、バカじゃねえとね、東京新聞はあの清々しいほどスパイ丸出しでもう隠す気ないなっていうのがわかります。専守防衛って大砲で撃ち合ってた時代の概念ですよ。専守防衛って、大砲、まあ長くても射程が30キロとか40キロとかね、射程何千キロのミサイルをですね、北朝鮮ですら持ってる現代では無理って結論出てるし、ドローンも最近は大活躍ですしね、まあバカを騙せればいいからこんな記事でもいいのかな、バカ騙せればいいからな、ウクライナ見てわかんないのかな、人民軍の安全ばっかし心配しやがってさ、東京新聞はさ、私が生きてるうちに朝日毎日東京新聞、かっこ親会社の中日新聞の倒産が見たいであります。ぜひとも見たいであります。10月31日ハロウィン当日、渋谷署では混乱に備えて警官数百名を配置。あれ、俺前聞いた時渋谷署職員は500人ぐらいってちょっと中の人に聞いたことなんですけど、他からの応援も要請したんでしょうか。数百人全員出払っちったら他の警備できねえもんね。渋谷駅周辺の人では土曜日29日と同程度の賑わいだった模様。月曜日にもかかわらず、結構な人出だったみたいであります。土曜日ぐらい、逮捕者が出るなどの混乱はなかった。事件を期待して定点カメラで生中継していたテレビ局が2つほどありましたけれども、がっかりしたでしょうね、事件起こんなくてね。ネットの反応です。月曜だしな、マスコミち左翼また負けたのか、韓国よりひどいって言いたかったのに残念でした。テレビで必死に荒探ししてたぞ、タバコの吸い殻やゴミを移してなんか言ってた。日本人は他人を押したりはしないと。今日100均に行ったんですけど、私店員さんがですね、忙しくハロウィン商品とクリスマス商品の入れ替えやってました。早えなーって。オウムの村井秀夫視察や古くは豊田商事会長視察を傍観していたテレビ局、喜んで、撮っていたテレビ局、混乱や事件つうか日本人の不幸が大好きなテレビ新聞は何も起こらず残念でした。事件が起こってですね、日本も一生とかですね、日本も、日本よりマシって言いたかったのに残念だったね。まあ民度が違いますよ、民度が。テレビ新聞左翼は日本は悪いって状況じゃないと、日本はダメなんだダメなんだじゃないと、変化が必要だ革命しましょうって言えないから、必死で日本はダメだダメだ言ってんですよね。詳しくはウィキで千年王国見てみてください。なるほどな、思いますから。あいつら世の中が悪くないと出番ねえんだっていうようなことがすごいわかりますからね。日本よりマシっつって必死で祖国を褒めながら必死で日本にしがみついている不思議な連中おるよね。じゃあ引っ越せばって言うと差別だヘイトスピーチだってわけわかんないよ。もう使ってる言語違うんだなって、思いますけれども、10月17日池袋サンシャイン60でチャイニーズドラゴン約100名が大乱闘。10月31日未明大塚駅近くのラーメン店でネパール人2名と韓国人2名が喧嘩。店外でネパール人2名の仲間2名が韓国人2名の仲間8名が合流し4対10の大乱闘になったそうであります。目撃者ネパール語で刺さったとか早く早く警察呼んでとか叫んでたと。現場には約200メートルにわたり血痕も残されていたそうであります。ネットの反応です。どっちも外国人か迷惑、何が多文化共生でマフィア化始まってんで、構想が始まってんじゃん。国の宝すげえ。移民で給料上昇圧もなくなり治安も悪化、
自民党と経団連のせい、トラブルの当事者は強制送還すべき、強制送還を邪魔する政党がいるからね、立憲共産社民令和のことですね。どうなってんだ豊島区、やばいな。私があの議員辞めたからって話ではないでしょうけれども、瓶で頭殴ったり腕を刃物で切りつけたりって、これもギャング同士の抗争やんけ。ネパール人4人と韓国人10人が戦ってですね、ネパール人側は現場に残って、あとはあの喧嘩してる最中も警察呼んで言ってたみたいですから、なんか被害者っぽいですね。警察に事情を説明した残って、韓国人側は逃走したとのことで、警察にね、あの自分らの正当性を主張せずに逃げたってことはですね、日本にいないことになってる連中ですかね。警察と関わるとまずいっていう連中ですかね。これがですね、あのテレ朝の報道になると、ネパール人男性4人がラーメン店で飲食していたところ、別の外国人グループとトラブルになり路上で乱闘になった。別の外国人グループってね、他の報道ではですね、韓国人グループってちゃんと伝えてるんですけど、カルタにもありました、優しい新聞、本名を載せずとうとう国籍まで隠蔽するようになった、テレ朝。ネットにはこれを批判する投稿も多数ありました。テレビのニュースでは韓国の彼女も出してなかったのに、ネパール人って、ね、連呼しててひどい忖度だ、国籍分かってて報道しないとか、どんだけマスゴミに守られてるんだよ。韓国人だったことは隠してネパール人ガーって連呼してたらしいであります。根拠なき冷遇を差別と言いますけれども、根拠なき優遇も、優遇対象以外への差別って何ですかね。いわゆるエコひいき、エコひいきされた人以外の礼遇ですからね。テレ朝は結果的にですね、ネパール人を差別していることになりますね。早く倒産しねえかな、朝日新聞とテレ朝ね。ちょっとあの豊島区が心配になったもんですから調べてみました。治安が一番悪いエリア豊島区で1位、南池袋1丁目犯罪係数 8.1、これはですね、あの住民が犯罪に巻き込まれる可能性の指数なんですけれども、池袋 東口エリア、繁華街のエリアです。暴行48件、傷害23件、万引き197件、スリ50件、置き引き30件、自転車泥棒68件。2位、西池袋1丁目、犯罪係数 3.8。南池袋、東口よりは、だいぶあの半減しておりますけど、まあこれはあの池袋西口エリアであります。暴行33件、傷害27件、万引き126件、自転車泥棒133件。3位、東池袋1丁目、乙女ロードやサンシャイン60エリア、犯罪係数 3.1 と、西口と同じぐらいありますね。暴行傷害合わせて26件、万引き143件、自転車泥棒93件、スリ43件、置き引き55件と、豊島区全体の犯罪係数は 1.5 なので、まあ池袋東口エリアの 8.1 は異常だよな。まああのこのせいでですね、豊島区全体の犯罪係数 1.5 っていうのもだいぶあの上がってやってる、いわき市の私があのずっといた錦町なんかはもっとずっとずっと少ねえんじゃない、これ 0.05 とかそんな感じじゃねえかな、思っておりますけれども、まあまああの人口の 10% 外国人いますからね、あの豊島区は。もっと多い新宿区なんかではもっとあのひどいのかな、世の中に出ていませんけれども、まあ、外国人同士の抗争っていうかギャングを形成してない、これあのマフィア作られつつない、これ、恐ろしいですね本当にね。経団連があの外国人入れろ入れろっつって30年間で1000万人入れろとか
提言してました、かつて政府に。まだその提言取り消してねえから生きてんだろうけれども、やめてもらいたいですね。給料は上がんねえし、だってそうでしょ、あの労働力輸入したらさ、働きたいっつって、はいはいはい働きたいですっていう人、手上げる人いっぱいいたら給料下がっちゃうよね。私はあの時給300円でもいいですとか、いうやつ出てくると、そっか300円でいいのか嬉しいなっつって、そうなっちゃいますよね。やめろっつうのは、あの経団連と自民党はよ、いう話であります。メール党員さん大募集中であります。日本改革党メール党員になって、支援してくださる方大募集中であります。よろしくお願いいたします。動画説明欄もっと見るをクリックして、そっからあの募集、応募してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。